それじゃあね、DNA の発展的な講義見ていきましょう。早速クイズですけどね、どちらが細胞内で、ね、水中で最もね、一般的な DNA でしょうか実はね、この丸印の方が正しい DNA です、ね。右巻き DNA、ね、ワトソンとクリックの DNA モデルはね、この丸印の方の右巻き DNA、前面に来る鎖が赤い矢印、 のようにに右上に上がってるでしょこれを右巻き DNA って言うんです。正しいモデルです。正しいワトソンクリックの DNA モデルです。細胞内、水中で安定なタイプです。これね、あのかつて有名次第で問われましたね、右巻き DNA。僕はね、ちょっと神経質なんで気になっちゃうんですけど、皆さんぜひね、遺伝子とかね、DNA とかで YouTube 検索とかね、えー 画像検索してみてください。左巻き DNA、わけのわかんない形の、ありえない形の DNA、いっぱい出てきます。あとはね、映画とかね、文庫本の表紙とかね、ニュースとかね、学会のポスターとかね、あとは、博物館とかね、えー、いろんなところでわけのわかんない構造の DNA が描かれたりしています。実は、教科書とかもね。だけど、えっと、基本的には、細胞内、水中の DNA は右巻きです。ね。 え、左巻 DNA 発見されているけども、形がね、ジグザグしたものになります。えー、微笑ながらね、あの左巻 DNA も発見はされています。だけど基本的にはそのグリックモデル、ね、あの右巻 DNA です。他にもね、えっと、例えばアゼリンとかチミンは2本、ね、 シトシングアニンの間は3本の水素結合で結ばれるとか、あとは重塩基対でね、えほぼ一周。で、塩基対、あの、塩基対間距離はね、だいたい0.34ナノメートルみたいなね、ことまで、あの、きっちり決まってます。これもね、先生によってはね、黒板むちゃくちゃに書いちゃう人いるんだけど、これ決まってますからね。あの、DNA だってえ、ヌクレオチドの15体、拡散、一つの化学物質なわけだから、ね、最も安定な形は決まっているわけですね。 あとこれちょっと補足ですけど、アデリンチミンの間の水素結合2本、シトシン、グアニンの間の水素結合3本。なんで、これ、シトシンとはグアニンがたくさんあるような DNA の方がより安定なんですよ。2本と3本では3本の方が安定でしょ。ね、だから、シトシン、グアニンに富む DNA の方がより安定です。ね、より強固にね、鎖が結びつくことになります。これね、あの、たまに難関体で問われます。 分子生物学のね、歴史もね、詳しくはここで説明しないけど、ね、軽く見ておいてくださいね。過去のね、センター試験で出題されました。ミ、ね、ーシャーがね、あの、海からね、新物質を発見して、ヌクレインと命名。だけどね、このヌクレイン、の後にね、核に多く存在する酸性の物質って意味で、核酸って名付けられました。で、グリフィスやね、エイブリーが肺炎送球菌のケース転換を研究。で、ハーシとジェイスが T2 ファージ、ね、バクテリオファージの一種を用いて、遺伝子の本体が DNA であることを証明しました。で、その後ね、 ワットソンとクリックがあの先ほどのね、二重らせモデルを発見、DNA の二重らせモデルを提唱したんですね。では、えっとちょっとね、DNA の難しいえっと知識、ちょっと見てみました。